調と準備罪、処罰法が成立を報じ、この上はですね、国会のご審議、ご理論を踏まえながら、国民の生命、財産を守るために、本法をですね、適切に、そして効果的に運用していきたい、施行していきたいと考えております。そしてまた、東京オリンピック・パラリンピックを3年後に控えているわけであります。一日も早くですね、国際組織犯罪防止条約を締結をし、テロを未然に防ぐために、国際社会としっかりと連携していきたいと思います。そのための法案が成立したと、このように考えております。